皆さんこんにちは。2005年10月11日にあのマツケンサンバでよく知られている松平健さんと結婚した松本ゆりさん、2人は51歳と37歳の年の差婚で、ベトが一回り違うと当時話題になりました。元アイドル歌手、女優として芸能界で活躍されていた松本ゆりさんですが、2010年11月15日、4歳の子供を残して自宅で首吊り自殺をするという非業の死を遂げています。今回はそんな松本ゆりさんの自殺の原因や松平健さんとの夫婦仲などについて調査してみましたので、ご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。松本ゆりさんは新国劇出身の俳優、天野真嗣さんと宝塚歌劇団 OG の若鈴子さんの夫妻のもと誕生しました。1983年に父と共にオールスター家族対抗歌合戦の父と娘大会に出場し、番組出演がきっかけでスカウトされ、高校在学中の1984年6月にアイドル歌手としてデビューしました。歌手時代の読み方は松本ゆりでした。高校卒業後は女優業に移行し、舞台をフィールドに活動を続けていました。そんな松本ゆりさんは2005年10月11日、松平健さんと結婚します。松本ゆりさんはこの結婚を機に芸能活動停止状態に入りました。松本ゆりさんと松平健さんの出会いは1991年テレビ時代劇暴れん坊将軍4の共演です。その後1998年7月にも舞台版暴れん坊将軍で共演されているのですが、2004年10月、松本ゆりさんがお母さんと共に松平健さんの主演舞台を観劇され、終演後松平健さんと3人で食事をされたことがきっかけとなり交際に発展。それから約1年の交際を経て2005年10月11日結婚に至ったそうです。結婚式では松本ゆりさんは、ありがとうございます、とても嬉しいですと幸せいっぱいの様子で笑顔を振りまかれていたとのことでした。そして翌年2006年10月には男の子が誕生しました。松平健さんは松本ゆりさんと結婚する2年前2003年に女優の大地真央さんと離婚されています。松本ゆりさんは2人目の奥さんで再婚になるのですが、前妻大地真央さんとの間にはお子さんがいなかったため、2人とも大喜びで赤ちゃんの写真を見て足の大きいところが似ていると言っていましたと喜びのコメントを発表する松本ゆりさんの姿がありました。今度こそは幸せな結婚生活を送られているかと思われていましたが、2010年11月15日午前3時頃、悲劇が起こります。松本ゆりさんが東京目黒区内の自宅で首を吊って亡くなっているのが発見されたのです。松本ゆりさんの遺体は泊まり込んでいたベビーシッターによって発見され、3時10分に119番通報されたとのことですが、警視庁秘問屋署によると松本ゆりさんは自室のドアの上部にある金属部分にロープをくくりつけ首を吊っていたそうで、遺書の有無は明らかにされていませんが、その様子に事件性はなく自殺と断定されたのでした。幸せいっぱいの家庭を築いていたと思われていましたが、松本ゆりさんがまだ4歳の息子を残してこの世を去ってしまった理由は一体何だったのでしょうか。考えられている自殺の原因は育児、介護、そして松本ゆりさん自身が患った精神疾患によるものだと言われています。松本ゆりさんは松本ゆりさんのお母さんが高齢で体調を崩されていたことから、結婚後しばらくして同居生活を送っていました。松本ゆりさんは両親が離婚し、お母さんと二人三脚で芸能活動をされていたことから、お母さんとの結びつきがとても強く、常にお母さんと行動を共にされていました。お母さんの介護に力を注ぐために子供の世話はベビーシッターを雇うほど
献身的にお母さんの介護をされていたそうです。実際近所の年配の男性も、松平健さんの奥さんは亡くなる前のお母さんを介護サービスの車に乗せた時の海外しい姿が印象的だったと証言しており、松平健さんもそんな松本ゆりさんを、ゆりさんのお母さんの体が弱いから面倒を見ている、そういう家庭的なところが好きと周囲に話していたそうです。しかし2010年6月にお母さんが他界、その直後から松本ゆりさんは知人に死にたいと漏らすなど異変が見られるようになったそうです。松本ゆりさんの仲の良い知人によると、松本ゆりさんはお母さんの死後育児が大変で、もちろん子供は可愛いし家のことをするのは嫌いじゃない、でも話す相手がいないから常に子供としか向き合っていないのが辛い、お母さんの死で気落ちしていたところに育児疲れが重なりうつ病を患ってしまいました。そしてまだ42歳という若さで自殺を選択してしまいました。うつ病を患っている松本ゆりさんにとって頼みの綱だったのは夫の松平健さんだけ。しかし松平健さんは仕事で留守がちだったため別居のような状態が続いていたそうです。松本ゆりさんが亡くなった時も松平健さんは座長公演中だった福岡博多座にいました。昼の部終演後すぐに福岡空港に向かわれ、午後5時半過ぎ羽田空港に到着すると、都内で松本ゆりさんの遺体と対面されているのですが、16日にも公演を控えていたことからすぐに羽田空港に向かい、午後9時には羽田空港に到着すると、北九州空港行きの飛行機で深夜九州に戻られたのでした。そんな松平健さんは福岡公演でしばらく帰郷できず、ゆっくりと松本ゆりさんとの別れができなかったことから遺体を保存し、同年12月3日東京都大田区の雪ヶ谷会館で葬儀告別式を執り行ったそうです。近所の人の話によると、松平健さんと松本ゆりさんは2009年に東京都港区から目黒区に引っ越してきたそうで、その際には夫婦で挨拶に来るなど仲は良さそうだったそうですが、その後松本ゆりさんの姿は見かけることが少なくなり、近所付き合いはもっぱら松平健さんだけとなっていたのだそうです。つまりうつ病を患っている松本ゆりさんにとって頼みの綱だった夫の松平健さんが仕事で留守がちだったため別居のような状態が続き、孤独に苛まれた松本ゆりさんは最愛のお母さんの後を追いかけてしまったのではと言われています。松平健さんは後に子育てや母の介護を完璧にこなそうと取り組んだ結果、パニック障害、不眠症、うつ状態を引き起こし、この3年はいろいろな病院にもかかりましたが、結局心通じ合う医師とは巡り合うことができませんでしたとコメントを発表しています。皆さんいかがでしたか？確かにいいお医者さんに巡り合うのはとても難しいことです。精神的な面での治療となるとなおさら合う合わないがはっきりとしてしまうのではないでしょうか。しかしだからこそ家族の協力が必須になると思います。松本ゆりさんの体調が悪化した時、夫の松平健さんが常にそばにいて治療の協力をしていたら自殺に追い込むことはなかったのではないのでしょうか。松平健さんは松本ゆりさんの葬儀の際、看病を完璧にはできませんでした。留守がちだったものでそばにいられず本当に残念な思いですと男泣きされたそうで、葬儀後霊柩車の中では悲痛な表情で松本ゆりさんの遺灰をしっかりと握りしめられていたとのことでした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もお願いいたします。それではまた。